今度は列の幅を変更してみたいと思います。例えばこの表の2列目、真ん中の列、この列の幅を変えたいという場合には、列の右側の垂直の境界線にポインターを合わせて、ポインターが左右の矢印に変わったらドラッグします。内側に左側にドラッグすれば、列幅が狭まりますし、外側に右側にドラッグすれば、列幅が広がります。そうしますと、 表全体の幅も,変わってきますもし、表全体の幅を変えたくないという場合、例えば今度は1列目の右側の境界線にポインターを合わせて、この1列目の幅を狭めることにしましょう。ただし、表の幅は狭めないという場合には、ドラッグする前にキーボードからシフトキーを押します。その状態で左側にドラッグしますと、1列目の幅が狭まりますけれども、 このドラッグした境界線の両端の列の両サイド、これは動かないんですね。ですから結果として、表全体の幅は変わらずに、特定の2列の幅だけを変更することができます。このようにフリーハンドで列幅を調整していくと、列ごとにバタつきが出ます。それでもいい場合はいいんですけれども、 ある特定の列については幅を揃えたいという場合がありますね。その場合に幅を揃える方法をご説明しましょう。では分かりやすいように2列目と3列目わざと幅を違えてしまいます。では境界線にポイントを合わせて、ここはシフトキーを使って表の幅自体は変えないようにします。この2列目と3列目を同じ幅にしたいと思います。その場合にはまず2列目と3列目を選択します。表の上の 枠のところにポイントを合わせて下向きの矢印の状態ですね。ドラッグして2列を選択します。その上でメニューです。メニューは表から列を再配列を選択します。あるいはこのコマンドも表パレットのパレットメニューから選択することが可能です。パレットの右側にある右向き三角のボタンをクリックして同じように列を再配列です。 選択された2つの列の幅が均等化されて同じ幅に変わります。この場合も表自体の幅は変更がされません。表の行の高さも同じように文字ツールを使って行と行の間の境界線をドラッグすることで変更することが可能です。境界線にポイントを合わせますと、行の境界線の場合には上下の矢印のポインターに変わります。 その状態で、例えば下にドラッグすれば、行の高さが広がります。ただ、行の高さの場合には若干の注意が必要です。例えば、このタイトルの部分、現在の文字をドラッグして選択します。サイズは13級となっていますけれども、これを右の上下三角のボタンをクリックして、では24級にしてみましょう。そうしますと、文字が大きくなりますので、 おそらくこの行の高さでは足りないはずです。ただ、インデザインはデフォルトではその文字の大きさに合わせて行の高さを調整してくれます。ですから逆に言うと行の高さ、特に指定がない場合にはちょうどいい高さにしてありますので、あえて変更する必要はそれほどないかもしれません。表のレイアウトでは列の幅や行の高さを 正確にサイズを指定したいという場合が少なくないでしょう。そのようなときには、表パレットを使います。まず、列の幅ですけれども、幅を設定したい列を選択します。ツールはもちろん、文字ツールです。文字ツールで、例えば1列目だとしましょう。1列目の一番上の枠のところにポイントを合わせて、下向き矢印でクリックします。そうしますと、表パレットに、その列の幅が表示されます。 表パレットには現在の列の幅が20ミ、mm、リということで表示されています。その数字の左に上向き三角、下向き三角のボタンがありますので、これをクリックして1ミ、mm、リずつ幅を広げたり、狭めたりということができます。あるいは数字をドラッグしてキーボードから直接入力することも可能です。ではここで15と入力しましょう。キーボードから Enter キーもしくは Return キーを押しますと、 15mm に設定することができます次の2つの列は幅を揃えたいですねその場合には2列をまとめて選択します文字ツールで表の上端にポイントを合わせて下向き矢印に変えたところでドラッグをして2列を選択しますそして列幅の変更は表パレットです表パレットで確認しますと列の幅は 現在30ミリということで表示されています。もっともこれは現在選択している2つの列がともに同じ幅だからです。もし異なる幅の列を複数選択しますと、その列幅は異なるので、ボックスの中は白くなります。もちろんこの状態でも数字を設定して、幅を同じに揃えることは可能です。ただ今回揃えたいのはこの2列ですので、改めて2列を選択します。そして、 ここでは直接ボックスの中の数字をドラッグして 25mm に設定することにしましょう。キーボードから25とタイプしてリターンキーもしくはエンターキーで確定します。表の中の各マス目、セルに配置したテキストについては通常のテキストフレームのテキストと同じように水平方向の位置揃えができます。つまりパレットを出すわけですね。パレットは 書式のメニューから段落です。段落パレットが表示されます。テキストの位置揃えを行うにはまずセルを選択します。では先頭の行のこの年号は中央に揃えることにしましょう。その場合に複数のセルはセルの中をドラッグして選択することができます。あるいは先頭行すべてということであれば行を選択しても結構です。表の 一番左の枠にポイントを合わせて右向きの矢印そしてクリックをすれば行が選択されますそして各セルの中で中央揃ろいにしたいと思います段落パレットの中の中央揃ろいのボタンをクリックすればテキストは各セルの中央に揃います同じく先頭の列のテキストもセルの中で中央に揃えることにしましょう列の選択は表の上端ですね 下向きの矢印のポインターの状態でクリックをして1列を選択します。そして段落パレットの中央揃れのボタンをクリックです。もっともこの状態ですと文字数が違いますので両端は揃わないですね。これは文字パレットで調整すれば結構です。表の先頭列は相変わらず選択された状態です。文字パレットには自撮りの設定があります。ですからこれで 文字の数をカウントして3時の字の自撮りにすればいいでしょう。ボックスの右側にある上下三角のボタンをクリックして3を選択します。そうしますと3時の字の自撮りになって各セルのテキストの両端もぴったりと揃うことになります。その他、フォントの設定やサイズの変更といったものは通常のテキストフレームの場合と全く同じですので これ以上の説明は承諾します。表の中の各行の高さも同じように、表パレットで変更することができます。ここで一つご注意なんですが、インデザインの用語としては、行の幅というふうに表記されています。ただ、幅と言いますと、列の幅とちょっと紛らわしいので、このビデオの説明の中では、行の高さと表現することにします。 では、行の高さを変更してみることにしましょう。今回は、すべての行をまとめて、高さを変更したいと思います。その場合には、すべての行を選択する必要があるわけですが、すべての行ということは、結局、表全体ですね。表全体の選択は、表の枠の左上隅にポインターを合わせて、右斜め下向きの矢印にポインターが変わったところでクリックします。これで、表全体が選択されました。そして、 行の高さの変更は、このメニューと、それからボックスです。ボックスの中の数値を確認してみますと、1.058ミ、mm、リ、約1ミ、mm、リと表示されています。この表の各行の高さは、どう見ても1ミ、mm、リよりは大きいです。試しに、左側にある上向きの三角、クリックして数字を上げてみましょう。2、3、4と上げても、全く川崎気配はありません。 ではもうちょっと上げてみます。5ミリ、ちょっと広がりましたね。6ミリ、広がりました。さて、このように4ミリまでは変化がなかったというのは、その隣にある最小限度と表示されていますが、現在、この最小限度が選択されているということが意味があるわけです。最小限度というのは、その行に配置されたテキストと行の高さを見て、テキストがもし収まりきらなければ、 収まる最小限度の高さに自動的に調節してくれるということなんです。文字パレットを表示しましたので、試しに先頭の行のフォントのサイズを変えてみたいと思います。先頭行を選択するには、最初の行の左側の隅にポイントを合わせて、右向き矢印でクリックです。そして現在13級なんですが、右の上下三角のボタンをクリックして、それでは24級にしてみます。そうしますと、 1>, 1行に収まりきらないんで、開業されてしまうんですけれども、その開業した分も含めて、行の高さが広がりました。一旦元に戻しました。今度は、現在選択されている1行目を、表パレットで、先ほどまで設定されていた、最小限度の右にある上下三角のボタンをクリックして、もう一つの選択肢、指定値を使用を選択します。そうしますと、 それだけでは変化がありません。というのは、現在指定されている6ミリというのはテキストを表示するのに十分な高さがあるからです。では次にフォントのサイズを変更してみることにしましょう。文字パレットを表示しました。現在選択されている1行目のフォントサイズを現在選択されている13級からまた拡大してみることにしましょう。右にある上下三角のボタンをクリックして 249を選択します。先ほどは表の高さが自動的に調節されました。けれども今回は指定値を使用することになっているので選択した場合に量の高さは変わりません。そしてテキストが消えてしまいました。なぜかと言いますとこの量の高さにはテキストが表示しきれないからです。その代わりに右下に小さい丸い印が現れます。これがオーバーセットと言うんですけれども そのセルの中にテキストが表示しきれませんという印です。このオーバーセットを解決するには、方法は2つですね。1つはフォントのサイズを変える。もう1つがセルのサイズを変えるということです。まず、フォントのサイズを変えてみましょう。今回、セルが3つ赤丸オーバーセットの印があるんですけれども、その中の真ん中のセルだけフォントサイズを変更してみたいと思います。 ところが、クリックしてもドラッグしても、この中を選択することができません。複数のセルでしたら、隣のセルまでドラッグすれば、例えば2つ、セルを選択することができます。では、この1つのセルだけを選択するにはどうしたらいいかといいますと、まずセルの中をクリックします。オーバーセットしていますので、挿入ポイントが点滅しませんけれども、この状態でキーボードからキーの一番左上隅、 エスケープキーを押します。そうしますと、そのセルがテキストは見えないんですけれども、すべてのテキストが選択されます。ですから今回は、文字パレットで、フォントのサイズを、先ほど24級にしたんですが、13級に戻しましょう。これで、真ん中のセルのテキストが表示されました。次に、表パレットを表示して、行の高さの方を調整することにします。 では、先頭行を選択しましょう。文字ツールで表の先頭行の左端にポイントを合わせて、右向き矢印に変わったらクリックして、戦闘行を選択します。そして、行の幅の変更なんですけれども、指定値を使用のまま、この数値を変更してもいいんですが、ここは指定値を使用の右にある上下三角のボタンをクリックして、最小限度に戻すことにしましょう。最も最小限度に戻しても、直ちには、 行の高さは変わってくれませんこの場合にはどこかを変更すればいいです例えばこの行の幅の方の数字のボックス左にある上下三角のボタンを1個上1個下と元に戻せばそれで行の高さが調整されます表で行の高さを拡大したときに各テキストの垂直方向の位置揃えを確認してみますとどうも全体的に 上に揃っていますねこの各行のテキストの垂直方向の位置揃えというのも、表パレットで調整することができます。表の中の各セルのテキストの垂直方向の位置揃えを変更するには、まず、表の中の位置揃えを変更したいセルを選択する必要があります。今回は、表全体を選択しようと思います。表全体の選択には、 表の枠の左上隅にポイントを合わせて、右斜め下向きの矢印の状態でクリックをします。そして表パレット、真ん中よりちょっと下なんですけれども、ここに並んでいる4つのボタン、これが垂直方向の位置替えになります。現在選択されているセル、今は表全体を選択しているんですけれども、その各セルのテキストの垂直方向の位置替えは何が選択されているかといいますと、 今は上揃えが選択されています。ですから各セルのテキストはセルの上の方に揃っているわけです。ではこれを3つ目の下揃えを選択してみたいと思います。下揃えを選択しますと、表のすべてのセルのテキストが現在の上揃えからセルの下の方に揃うようになります。ここはやはり テキストはセルの中央に揃えることにしましょう。表パレットで2番目のボタン、中央揃えをクリックします。中央揃えをクリックしますと、現在下に揃っているテキストがセルの真ん中に揃います。あとテキストの扱いで揃えでちょっと問題だなというのは数字の部分ですね。ではこの数字の部分のセルを選択して、この揃え方を変更することにしましょう。 表の中の数字というのは通常水平方向の右に揃えますね。この揃えの変更はテキストフレームに配置した普通のテキストの揃えと一緒です。段落パレットを表示して現在選択されているセルの揃えを確認しますと左揃えになっています。ではこれを右揃えに変更しましょう。右揃えのボタンをクリックです。数字は右揃えにはなりましたけれども セルの右端にぴっっったりとくっついいててしまっていますね。これはもう少し右端から離したいです。こうしたスペースの調整というのはまた表パレットで行うことができます。表パレットの下側にはセルを囲む境界線とテキストとの間隔を調整できる部分があります。セルの上の境界線から下の境界線からそして左側から。 右側からということで、今回はこの右端の境界線からのテキストとの間隔を調整したいと思います。では、右セルの余白を調整してみましょう。実はほんの少しなんですけれども、現在選択されているセルには、右端から0.5ミリの余白がすでに捉えています。このボックスの中、数字をドラッグして、キーボードから直接数値を入れても結構ですが、 間隔を見ながら調整したいので上向きの三角で少しずつ数字を増やしてみることにしましょう1ミリ、2ミリ、3ミリ、4ミリ、5ミリ、もう1ミリぐらいですかね6ミリということにしたいと思いますこれで表の基本的なサイズやテキストの配置の調整ができました